20円のタモリの週刊ダイナマイト。20年ごめんなさい、安すぎますよね。先週1回お休みでたっぷりと静養していただいた超売れっ子の総口アナウンサー、今週もわざわざ来ていただいて、今何ですって仮面を使っていかがわしを見せて遊ぶ暇もないんですって。本当にそんな中申し訳ありません。現代社会のなぜに鋭く迫る噂の真相です。日本放送アナウンサーの総口でございます。今日もよろしくお願いいたします。この男はね、生まれてすぐ水前寺公園に捨てられていたんで、ついた名前が悪魔井。なんで関係ないじゃないですか。ちょっといやで、その後自宅のソファでエッチしたい人。いや途中が全然抜けてるじゃないですか。なんで普通はそこになんとか小学校に入ってとかで、なんでいきなり生まれて捨てられた後に名前つけるでエッチしなくちゃいけないんですか。まあ略歴だから。いやそんな略じゃ全部は言えない。そんなかいつままないでください。結婚式まで取っときましょう。やめてください。結婚式は取っとくよ、ね、結婚式はソファ持ってっから。嫌ですよそんなの。そんな横から出てきたら嫌じゃないですか。その女の子じゃない人と結婚する。してって今どういう友人の席に一ついるんだよ。あのね結婚式でそういう無機物は置いてないもんなんです。人すごい怒ってるこのソファーの飯食ってんだ。やめてください。もうそれはその話は無理ですよ。花嫁がホイールの話で中断した時、ソファーがずっと行って、本来私が座ってたのにスネフみたいな。かわいい。かわいくないですよ、トモさん。それ間違いですよ、リアクションとして。すねるそば。すねるそば、やめてください。さて、それはいいんですけども、今日はあの噂の真相はですね、まずお電話をいただきましたので、テレホンカード紹介しましょう。池田義彦さん、足立区の方。この前合コンで出会った女子大生から大学の名前の入った名刺をもらったのですが、最近は交渉入りの名刺を配るのが流行りなんだそうです。本当なんですか、という27歳サラリーマンの方から疑問をいただきました。ということで、今夜の噂の人生はこちら。今学生の名刺が大人気。改めまして、日本放送アナウンサーの総口昭久です。今夜の噂は名刺でございます。本来は昔からあるよ、そら。まあ普段はですね、こういうふうな、僕のこれ名刺ですが、日本放送の総口ですっていうのがね、これ僕の名刺でございますね。ああ、これそうだね。まあ普通はサラリーマンの方とか、編成局制作部って書いてある。そうですね。裏に熊井って書いてある。いや、書いてないです。熊井の時にはこういうふうな名刺をいただいたりとかするですね。うん、夢エステ、甘えたい。何言ってる。いや、まあちょっと羽を外す時もある。はじめまして、琴美です。いや、琴美って名前、いいとものデスクの子じゃないか。違う、すいませんよ、そんなの。やめてくださいよ。琴美ちゃん。琴美ちゃん、可愛いんですから。琴美ちゃん可愛いんですよ、まあ、こういうね、お商売の方で使ってる人は多かったんですが、最近はあの学生の間で再び人気を集めているということで、もともとは体育会系の学生の方が他の大学と交流するために、学校の校章を入れた名刺を作っていたんですが、最近は普通のサークルなどや一般の学生も作り始めて、合コンなどで大活躍という。人気のある大学の名刺は非常に、その大学に友達がいるのとか、ぜひ紹介してくれなんつって、持ってるだけで天ぷら学生でもモテるという。あのカバンと一緒ですね。昭和第一の非常に、ね、似てるんですよ。大学の時サークルのマネージャーだから、名刺は持ってたよ、必需品で。もともとそういう真面目な感じだったんですが、最近は別にそのマネージャーでも何でもなくて、普通の学生の人が合コン用などに作っているということで、その辺の様子をですね、実際の女子大生に聞いてみました。お妻のマリです。同じ大学のマイです。みんな持ってますよ。購買のところで申し込んだらね、作ってくれるんです。簡単に。まあ私たちは一般的に合コンとかね、そう学祭とかね、イベントで、ね、いろんな時にサラリーマンの方なんかね、特に喜ぶ。こんなのがあるんだとか言って集めてる人とか。立教絶対ね。立教ですよ。去年の高校生の子が結構粒揃いだったんで、かっこいい子が多かったんで。かっこよかったんだよ、おつまもまあ。そんな喋り方してないじゃん。絶対絶対だと思ったよ。去年のコーナーでかっこよくてばっか。大妻をもらった。だんだん熊倉さんみたいになってるじゃないですか。だんだん大島に行ってあれ間違いない、滝口純平さんだったよね。熊倉和夫さんだ。滝口純平さんだったんだ。そうなんですか。
今も大島の子が言ってた通り名刺が大流行りあなたも持ってんですか。よかったですね。合コンの時大活躍。始まっちゃった。これは中尾さん関係ないんですか。これは中尾さん関係ないんですか。電車の旅はまだまだ続く。なんで電車の旅なんです。違う違う、名刺です。名刺なんですけども、今もねこのはつらつとした女子大生2人の方がですね爽やかにお話しされた通り人気の名刺のランキングがあると。爽やかじゃねえよ。いやいやいや、そんな怒んないでくださいよ。おつまみもどのまんこまた始まっちゃう。すごい文学文学文学。いけないです。秘密通信みたいな。そうですね。なんかもったりしてる。もちろん口がもったりしてるんですけど、男子で一番人気は立教。これはねあの学校のカバンの時にもそうですよ人気があったっていうのがあったんですけど、その人気のある高校生が大挙入学しているからという。へえ、あのこの間ほらカバンのあれでありましたよね。小第一から人気、小第一から立教つのは今一番人気。それもあるし立教の付属高校からぐっと持ち上がりの立教付属、そうですね、その辺が人気だ。やっぱり2位は慶応、この辺慶応、3位が早稲田、悔しいですね、うん、3位が早稲田っていうね、ダセーもんな。いやいや、そんな俺も早稲田なんですか。そんなやっぱり嫌じゃないですか、ダサいとか言われる。ダサいやしょうがないよな、うん、やっぱり昔のバンカラなイメージ引きずってますよね。いや今はねもう各大学変わりないと思うんだけどね、やっぱり昔のイメージがあるんだろうな。うん、女子ではどこが人気かっていうのはちょっと想像していただくと、上智とかじゃないの。あ、上智です。あ、大学ね、大学女子、上智だろやっぱり、上智は上品だもんな。しかも比較文化部という帰国子女のイメージがいいところの名刺が大人気だと。ああ、やっぱりね、2位が早稲田なんですよ。名刺持っててなんで人気なんだよ。いやほら、そこの女の子紹介してとか合コンとかにつなげていこうっていうね、そういう感じなんですよね。2位早稲田、3位が、ポンジョ日本女子大学と。比較と変わる。いやいや違う違う、比較文化ってなんでカバンどうする。いや、なんでできた。違うです、なんでですか。比較さん、なんでそんなこと勉強しない。そんな比較文化って革じゃない、違う、革じゃないの。ほら、あのカバンのデザインとか。いや違う、もう違う、なんでカバンデザインなんですか。で、あの公衆入りの名刺をですね実際に作ってみました。臭いんだ。違う、なんでそんなもの入れなくて練り込まなくちゃいけない。これ、あのまず1枚これですけどね、はい、おお。ちょっと読んでいただくと、その肩書きは、ね、早稲田大学日本女子大学マックステニスクラブ幹事長、うん、堂ひろ子。えっ、もうなんかえっちゃんとあのこうアルファベットでね、あの道王のところが王の上に伸ばす文字書いてあって可愛い道王なんていう、ひろこ道王とか可愛いですよね。こうねイメージ、こちらもございます。マックステニスクラブ、マックステニスクラブ、勝手にちょっと名前作ってみました。勝手に作れるんですよね。慶応義塾大学メディア研究会常任役員道王ひろこさん。これしかしまー道さん、漢字で見ると硬いね。そうなんですよ。これさ、これ名前見て男寄ってこないよ、堂ひろこ。いやでもマックステニスクラブとか言ったら何紹介してっていう感じになるわけ。ポンジョンにいるのかなんて。そうなんですか。そうですよ。これがあのペンクロスだ、うん、こんなの勝手に、あ、そうだよね、できるんですよ。学生証もいらないんですよ。そりゃそうだよ、だから僕は購買部のね、で学生の方に頼んで作ってもらったんですけども、うん、あのだから俺が例えば行って早稲田大学の法学部助手総口ですなんて名刺も作れちゃうということなんですよね。気軽にできて、まああの堂さんこれ100枚100枚作ってまいりましたね。どうしてんだよ。結構なんかと言ってた。合コンの時とかに配る大人もどっちとも100枚ずつありますからこれ。本気で困ってますけど、どう PTA の合コンの時に。いやPTA の合コンって PTA の合コンってこれでそこでマックスって言って子供と大人が、すごいこれ本当に差し上げます。あの100枚1500円ぐらいで結構お手軽に作れるということですので、 ありがとうございます。合コンね、考えときます。そうなんですね、はい、まあ逆に言うとですね、このように実際には学生じゃなくても講師入りの名刺を持ってる可能性もあるので、合コンでは注意が必要だという、今日はね、まあ、社会に警鐘を鳴らす意味での噂の感じになってるなんて。2000万もらってよ。ごめんなさい。以上噂の陳蔵でした。はい、ということで今ですね、電話でも、皆さんの疑問をお待ちしております。
ということで電話番号は東京 03-550-0322 東京 03-550-0322 です。もちろんハガキでも、受け付けております。番組で採用させていただいた方には5000円をお送りいたします。郵便番号 137-8686 日本放送タモリの週刊ダイナマイク噂の珍奏の係までです。以上噂の珍奏でした。リシェードのファーストアルバム「トゥルー」からリシェードで「トゥルース」。今日のちゃんこ特別うまいっす。おかみさん出汁はなんで取ったんすか。愛情よ。さすが山木の特選鍋つゆ地鶏だし、秋田比内地鶏と名古屋コーチンの絶妙のバランス。うまい。お袋が山木の出汁で作ったのと同じ味っす。バレたか。山木特選鍋つゆ地鶏出汁。コナカのスーツ下取りセール。あなた着なくなったスーツどうしたらいいかしら。ただいまコナカ全店では不要なスーツ、フォーマル、コートなど1万円の商品割引小切手で下取り中。他社のものでも OK。 コナカ全店下取りセール開催中。日本の焼き物祭りを代々木公園欅並木で12月19日から27日まで開催。全国からおよそ50万点の焼き物が大集合。会場では誰でも参加できるふれあい陶芸教室も行います。時間は午前10時から午後5時まで。詳しくは東京 03-3275-8691 まで。12月のオートウェーブはイベント盛りだくさん。ハワイ旅行が当たる抽選会、日産キューブが3台当たるクイズキャンペーン、カーナビ、オーディオ、全品破格のキャンペーン。年末年始休まず営業いたします。オートウェーブ。日本放送タモリの週刊ダイナマイク。
この時間はクラシカルコレクションモード&モードがお送りしています。さあお待ちかねのジャストナウのコーナーがやってきましたですね。はい、今の日本において一体何がジャストでどれがナウなのか、それぞれがしっかりと見極める目を持っていると言えるのか、このジャストナウどうしたということです。なんで気合い入れてるんですか。今週ですが、おはがき待っております。年も押し迫って実施された米英軍によるイラクへの空爆、今まで我慢しててなぜこの時期に攻撃を仕掛けたのでしょう。元軍人のタモリさんならご存知なのではですが、これ ラバウル軍にお住まいの早起き三太郎気象予報士、気象ってのは起きる方です。明日は何時頃起きる。早いんですよね、お名前からすると、まあ、知識人としてだから当然のご質問で、はい、しかも私に聞いてきたことは非常に正しい選択ですね。そうですね、これニュースとかでも言ってますけども、はい、まあ、決定的なその理由というのは誰も分からないんですけど、うん、私もね軍隊経験で、まあ、20代海兵隊に入っておりまして、極東の撫で方男と、まあ、伝えられた。弱そうですね、それなんか、ね、荷物しょったりできるんですか、ちゃんと重いやつ。ずる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 肘でこうやってて、あいつはすごい、ね、何がすごいね。イエロー三角野郎って言われたんですからね。まあ鳴らしたわけですが、それからその後に、ペンタゴンの総司令官を5年間ペンタゴンはアメリカ国防総省じゃないんですか。そうです、総司令官とかそういう居酒屋みたいな感じ。いやそこの食堂の食堂の親父でしかも麺コーナーのチーフを麺コーナーっていうのが、ラーメンうどんそば。局のそういうなんか食堂と同じようなもんなんですか。ペンタゴンって言ってもいろんな人たち働いてますから、ね、で研修でも来てるんですよ。なるほどね。でエスニックもありますしね。そうなんですか。バラエティに富んで。エスニックコーナーもあります。東南アジア系。麺コーナー、ラーメン、うどんそば大体やってますね。広いですよペンタゴンの食堂。広いでしょうね。だってあんな五角形の。すごい安いです。安いんですか。ラーメン120円ぐらいやってました。なんでドルじゃなくて円なんですか。えじゃなくてドルでしょ。麺コーナーは円。円なんですね。アジアの方が円建てなんです。円建てなんですか。めんどくさいところですね、それ。ちょっとペンタゴンって意味は分かりますでしょ。ペンタゴンの意味、ペンタゴン五角形、そう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 、形が建物を上から見ますと五角形、はい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 、こうか五角形になってますね。で食堂もね五角形になって。いやそれそれ無駄があるんで、それなんか使い方としてレストランは真四角な方がいいと思うんですよ。いや五角、全部五角形になってるんですよね。五角形、机とか、そうそう、椅子、どんぶりも丼も食べやすいのかな。尖ったところでこうおつゆとか、なぜ五角形にしたかと、ここまで指定したいねんですか。極秘でしょうね、それはね。まあ、ペンタゴンって一応国防総省ですが、はいはい、うん、その国を守るっていうのはね、5つの大きな基本があるんですよ。重要なことが、はい、何ですか。でそれから五角形にしてるんです。あれ単に年の問題じゃないんですよ。あれ年の問題ってそんな、そんな角地とかじゃないんですから。もっと大きく使っていいんですから。あれ国の問題ですから。憲兵率は関係ないんですよ。憲兵率関係ないんですよ。でも5つの要素からこう来ててる、来てるわけです。で5つの要素ってとこ知ってる人は、まず、はい、天の味方、地の利、はい、人の和って、はい、3つ、うん、あと2つ、あと2つ、あとはね、予算となんで急に現実的なタイミングですか。なるほどね。これ5つ、まあ、国のペンタも、さすがそういうところに勤めてらっしゃったと。ペンタ、ペンタっつうのは5つっていう意味だよね。日本にも御用建設、はいはいはい、ご存知ですか。ありますよ、大きな5つの太平洋の絵を描いてる、はいはいはい、
あれ、あの英語ではあれはですね、うん、ペンタオーシャンコンストラクティングカンパニーリミテッドって言うんですよ。またそのこのどうでもいい知識がタモリさんは。いや、次から次へと。どうでもよくないでしょ。よくないです。よくないでしょ。ちょっとそういう意味があるんだっていうことですよ。はい、なるほど。空爆はペンタ。まあそこは決めたんですけどね。五角形っていうんですが、四角形わかりますね。四角形は。いや、スクエアです、ね。あ、スクエア、スクエア。スクエア。で、スクエアっていうのはまあ広場っていう意味もあるんですけど、大体広場はこう四角形をしてるんで、あんま丸い広場とか ないですね。ね、十三角形の広場とかないんで、大体こうスクエア、スクエア。で、スクエアのやつっていう意味もあるんですね。非常に一般的な常識的なことを言うやつだなって、あいつはスクエアだからっていうのは、そのことは広場に集まってる普通の人たちのようなっていう意味なんです。いや、でも多分ね、ラバウルの方はそんなことはどうでもいいんじゃないかと。ラバウルと早起き三太郎さん。六角形わかります。六角形わからない。ヘキサゴン。ヘキサ。ヘキサ。ヘキサ。それで、金沢八景がシーパラダイスと。いやいやいや、八景だから、八景だからし、シーパラはね、楽しいとこですけどね、数と思う、まあいろいろこう面白いことがあるんでね、まあ123それぞれ、まあ、トリオとかもある数だとあるんですよね、これがね面白いのはね、はい、皆さん方フルーツポンチっていうのは、はい、なんでポンチっていうかわかんないでしょ、はい、あれ、ね、パンチ、ポンチとも同じ語源なんです。ギリシャ語でゴって言うんです。そうなんですか。5つの味が入ってるということなんです。5つ入ってましたっけ、うん、いや入ってない、もともとは、もともとは、うん、はカズツは面白いですよ、ですから、うん、いや面白い、一つ一つ言い方によっても違う。いやだからまたどうでもいいその知識がこのコーナーをダメにしているのではない。なんかちょっと待って、ちょっと待って、どうでもいい。いやいやいや、別に世の中どうでもいいってことはないんだよ。そうですよね。なんで動作もするときは俺の敵なんですか、なんか。だってどうでもいい、クリスマスに話題になるじゃないですか。いやだってどうでもいい一つな人間生きてないんだ。みんな意味があるんだ。そうですよね。今すごい知識もすり替えてるよ。すり替えてない、全然すり替えてない。そうですか。うん、まあじゃあそんなこと言うなら、はい、じゃあ本題に行きましょう。はい、行きましょう、ね、待ってました。今年の空爆、今回の、はい、これ前分かりますね、1991年、はい、これはもう覚えておいてください。1991年湾岸戦争、はい、逆回読んでも1991年、はい、1月17日なんかね、まだこれは木曜日です。あ、覚えてていただきたいのは、木曜日っていうのは、はい、過去重大な事件ってのは大体木曜日なんですよ。そうなんですか。どんな事件が、経済でも木曜日っていうのはすごい事件が起きてるんですよ。はあ、株価の大暴落のブラックマンデー、はいはい、あれは木曜日。いや、マンデー、マンデーだってね、マンデー国によって違う。いやいや、日付変更線とかは関係ないですから、曜日は。いや、曜日まさにそれは一つの例として、いやいや間違った例じゃないですけどね、だいたい木曜日に大事件起きるんですよ。いや、そうですか。これをあの作戦の、あの名前知ってます？オペレーションオブデザートフォックスで日本語に訳すと狐の読める大作戦って。砂漠はどこ行ったんですか？いやいや、そんな嫁入りでシャナリシャナリ歩かれたら、そんなこうフルコースの後に狐出てくるんじゃないのか。そう、なんでキツネなんですかね。これはまあいろいろ二十世紀フォックスとかいろいろ関係があるんですけど。関係ないでしょ。これはね、これやっぱ決めてるんですよ、ちゃんと。判決の問題とか。マルシーついてるんですか。そう、マルシーがついてる。ついてないでしょ、どう考えても。そんなこれはあの誰が決めてるかというと、あのスリーアミゴスが。ちょっと待ってください。そんなもんなんですか。いや、とにかくこれね、これがなかなか決まらないとね、作戦出られないんですよ。あ、まず名前をちゃんと決めて。つまりこれ全部通信行きますからね。あ、そうか。砂漠のキツネ大作戦行くぞという通信が全部世界中に発しますから、うん、これが統一してないと、あ、分かんないですよ、何の作戦だか。どこの作戦、どこの作戦、どこ行くんだって混乱ありますから、あ、これきっちりと決めて徹底するっていう。戦争の第一歩は作戦名とそれの徹底から始まると、この東郷平八郎さんも言ってらっしゃるんです。はあ、わかりますか。それで徹底させるんで、これがね相当ね、まあ意見が出てね、はい、
まあ営業なんかも記者さんで来るんだけども。いやいやいや、番組なんで、番組タイトルでしょ、番組の動画。いやいや、あるんだよ。ペンタゴンもな。ああ、でちょっとちなみにこれ私いたんで、あのどういう候補が上がったか言ってみましょうか。はい、いたんですか。こういう作戦名こうありましたね。砂漠のサンタ、テンテコマイの巻き。作戦じゃないじゃないですか。随分日本的だったんですね。潜入警視庁砂漠署24時。ちょっと待ってください。あ、よくテレビ局がやるやつですね。あと秘湯スペシャル、美人女将のいる砂漠の温泉宿101。もっとシンプルなやつがいいんじゃないですか。作戦オールスター水着で空爆大会、ポロリもあるよ。あ、もう時間もないのでじゃあ言いますけども、なぜこの時期かってことは、うん、もうすでにご案内の通りです。はい、どうもありがとうございました。ちょっと待っただよ。ありがとうございました。非常に分かりやすい説明をしていただきまして、さあ皆さんもこのコーナーで、何かご質問がございましたらどしどしお寄せください。時代の最先端について知りたいこと、疑問に思うこと、何でも結構ですからお寄せください。立ちどころにタモリさんに解決いたします。採用の方には東京ディズニーランドのチケットペアでプレゼントいたします。宛先は郵便番号 137-8686、 日本放送タモリの週刊ダイナマイク、ジャストナウの係までです。それではここでニュースをお伝えします。自民党と自由党との連立政権発足に伴う内閣改造の時期は来年1月5日以降になる見通しになりました。これは今日午後開かれた臨時閣議で小渕総理大臣が表明したもので、小渕総理は各閣僚は予算編成をはじめ1月4日の伊勢神宮参拝など国務に政令してほしいと述べ、内閣改造は1月5日以降とする考えを明らかにしました。今日午前、群馬県内の関越自動車道で高校3年生の女子生徒5人が乗った乗用車が中央分離帯に衝突し、2人が死亡、3人が軽いけがをしました。今日午前10時ごろ、群馬県昭和村の関越自動車道上り線で新潟県の高校3年の女子生徒5人が乗った乗用車が中央分離帯に衝突し、さらに道路左側の側壁に衝突しました。この事故で1人が車の外に放り出され、およそ60メートル下の沢に転落して即死したほか、もう1人も間もなく死亡しました。また運転していた女子生徒ら3人が軽いけがをしました。調べによりますと、現場はほぼ直線道路ですが、運転していた女子生徒は1週間前に免許を取ったばかりということで、警察ではこの女子生徒から事故の詳しい事情を聞いています。5人は同じ高校の同級生で、群馬県高崎市に買い物に行く途中でした。陸上男子短距離で3つの金メダルを獲得した伊藤浩司選手が今日バンコクアジア大会の全競技を通じての最優秀選手に選ばれました。大会スポンサーの一つであるサムスン電子が賞金10万ドル、およそ1170万円を提供しましたが、伊藤選手本人ではなく日本オリンピック委員会に贈られます。以上ニュースでした。ラジオチャリティーミュージックソンのテーマ、夢のトランペットに乗せてお送りする日本放送交通情報です。クランセンター、泉さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路三郷線の上り線の八潮南付近で乗用車など車5台の関係する事故で5キロの渋滞、さらに渋滞は常磐道に2キロ伸びています。この事故の影響で三郷線の下りも3キロの渋滞です。江戸橋が先頭で6号線の上りは両国まで渋滞、合流する7号線は錦糸町、9号線は福住まで渋滞しています。下りは箱崎を先頭に都心環状線外回り竹橋付近まで渋滞しています。5号線上りは竹橋が先頭、飯田橋付近まで渋滞しています。3号線の上りは谷町が先頭、駒沢付近まで渋滞しています。一方、湾岸線は千葉方面からの西行きが新木場を先頭に浦安付近まで7キロの渋滞です。高速道路は東北道上り線浦和料金所付近で乗用車同士の事故のため2キロの渋滞です。東名高速道路上り線厚木と横浜町田インターの間の綾瀬バス停で2キロの渋滞です。中央道や関越道は順調に流れています。都内の川越街道の下り線板橋区幸町で事故のため流れが悪くなっています。
この時間神奈川の真鶴道路の上りは小田原の石橋を先頭に5キロの渋滞です。埼玉では国道17号線上り浦和市辻1丁目で4キロの渋滞です。道路交通情報センター泉でした。どうもありがとうございました。日本放送交通情報でした。この後も日本放送タモリの週刊ダイナマイクでお楽しみください。この1年重ねた出会いを書いた数だけ振り返る年賀状はお早めに。7桁の新郵便番号記入にご協力ください。早期差出キャンペーン実施中。詳しくは郵便局へ。スーパー長崎屋ではただいまお買い上げ金額の 10% を還元。医療品や住まいの品々は 10%、 長崎屋の食料品は 5% の還元です。不況ノックアウト、長崎屋の 10% 還元セール23日まで。日本の焼き物祭りを代々木公園欅並木で12月19日から27日まで開催。全国からおよそ50万点の焼き物が大集合。会場では誰でも参加できるふれあい陶芸教室も行います。時間は午前10時から午後5時まで。詳しくは東京 03-3275-8691 まで。歌あるところに歌詞がある。メロディーよければすべてよし。クイズに答えてリクエスト曲をかけよう。文化人類学クイズ真実のお口。イエーイ。いやいや。さて今週もタモリさんとレコード会社のプロモーターの方お二人にリクエスト曲をかけてクイズで競っていただきましょう。文化人類学クイズ真実のお口。今日の出場者の皆さんをご紹介します。まずはなめくじさんチームはこの方です。ABEX 宣伝部田島です。本日は瞳のプログレスよろしくお願いいたします。続いてヘビさんチームはこの方です。はい、ゼッティマンの池田です。今日はタンポポのラストキスをお願いします。そして好調なリスナー代表カエルさんチームはタモリさんにお願いいたします。よろしくお願いします。おはがき来てるんですよ。はい、読ませさせていただきます。練馬区の佐々木ひろしさん、135歳って書いてある。いやいや、まあいるかもしれませんからね。あなたひろしとは言えません。クリスマスといえばこの曲、あまりに定番すぎてどの番組でもなかなかかかりません。そんな曲をこの番組にリクエストしてもいいんですか。いいんですって書いてある。自分で一人ごちてます。リクエスト曲はカビラジエでクリスマスの朝。聞いたことない、そんな曲。普通ワムのラストクリスマスとかじゃないですか。大概ワムはもうあまりにも。ジェイさんのなんですか。あのサッカーとかでね、元気よく、これ有名な詩ですよ、これは。あ、そう、知らないですか。有名、どんなんですか。英語でね、オンクリスマスデイインザモーニングって言うんですけどね。はー、 OCITM って言うんですけども。はー、ちょっと待ってください。言わないですね。じゃあ歌詞ご紹介しましょう。はい、奥さん起きて焼いてよパイ、焼いてよパイ、焼いてよパイ、奥さん起きて焼いてよパイ、クリスマスの朝ですよ。感じでしょ。奥さんメイドはまだ起きない、まだ起きない、まだ起きない、奥さんメイドはまだ起きない、クリスマスの朝ですよ。なんかマザーグースみたいな。なんかリズムがどっかタンと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 聞いたことないような感じでね。まだ起きない、なんとかタンとかなんとかで、まだ起きない、まだ起きない。なんでラップなんですか。わからない。もうラッパーなの。いや、またラッパ好きですよね。いやいや、ラッパーなんだよ。奥さんアヒルは死ぬのかい。死ぬのかい。急に嫌な話。奥さんアヒルは死ぬのかい。クリスマスの朝ですよ。羽を切られて羽ばたけない、羽ばたけない、羽ばたけない、羽を切られて羽ばたけない、クリスマスの朝ですよっていう非常に爽やかな。嫌な終わり方しますね、これ。何ですか。食べられちゃって終わりなんですか。終わりです。終わりなんですか。終わりです。はあ、それやめましょう。やっぱたけるの曲。これはもう有名な曲ですから。いやいや、カメラさんだな。ではここから先のクイズの進行、総口さんお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今夜真実のお口に登場していただくのは、年が明けると大活躍するこの人たちの出番です。初詣で大忙しのこの方です。違う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 。
大学2年の斉藤咲子と言います。未婚さんバイトをやっていて、お正月バイトですね。去年と今年もやるつもりです。という、あの、鈴木保奈美さんと鈴木京香さんを足して2で割ったようなも非常に綺麗なお嬢様、門限は夜9時という。鈴木だけは割れないで残るんだそんな問題じゃないんですけども非常に可愛い巫女さんバイトをやってらっしゃって、今年2回目というまで初々しい方なんですけども、働いてる場所は日本でも参拝客の数が 1,2 を争う有名な神社、お正月だけの、短期間のバイト、大晦日から5日までやってらっしゃるそうなんですけども、普段は女子大生、お家ではアルバイト禁止のお嬢様なんですが、このアルバイトだけは許されているということですね。神事ですからね。そうですね。この巫女さんというご職業なんですが、お仕事の内容はどんなことをやるのか聞いてました。巫女さんのお仕事は神社内の掃除とか、お札売ったり、神主さんの手伝いなんかをしています。まあ、アルバイトですからね、まあ、ごまご祈祷みたいなのはないんですけれども、あおつまる前ですけど、いやそれ前のってこの人はそんな感じじゃないじゃないですか。すごいすごい、合コンとかね。いや合コンはしてないですよ。夜9時なんですから、門限もお嬢様なんですからね。ではここからクイズです。さて、このお仕事、実は毎朝巫女さんのお姿になる前に必ずやらなければならないことがあります。巫女としてこれをやらなければ神様に対して失礼に当たるのかもしれないようなことなんですが、さて一体何をやらなければならないんでしょう。はい、はい、じゃあみんな手を挙げてますけど、一応じゃあ ABEX の田島さん何でしょうか。そうですね、あの食べ物、あのおまんじゅうみたいな、神聖なるおまんじゅうみたいな感じで、おまんじゅう食べてから、おまんじゅうを食べる、紅白まんじゅうみたいな感じで。あ、そういう、なるほど。はい、ゼティマの池田さんは、口をゆすぐ、お参りに行くときにこう ありますね、境内のね、境内の入り口のところに口をゆすぐ。なるほど。はい、タモリさんは何でございましょうか。千日解放そんなのは大変ですから毎日やっているわけにはいかないんでございます。3人ともバツです。そんなことやられないやつだ、もうひどいな。まあ違います、分かんない、挙手で。はい、はい、ABEX 田島さん、真面目に、はい、お清めでこう水浴び、洗礼みたいな感じで、お水を浴びる、それで清めてから服を着る。ああ、じゃあゼティマンの池田さんは、鈴を磨く。ほとんやの親父じゃないんですか、本当に。タモリさんは何でございましょう。お水取り。ああ、それもね、意外に毎朝やるのは大変だと思うんですけれども、ね、聞いてみましょう。はい、毎朝まず巫女さんになる前に冷たい水を浴びてね、身を清めてから巫女さんになるんですよ。なめくりさん、まずはエイベックさんの感じでファインでございます。タモリさん何でございましょう。お水取りっていうのは水を浴びること。あ、そうなんですか。そうだよ。お水取りっていうのは、あの全裸でこう水をザバッと、ごめんなさい、ちょっと答え、白いなんか着る、白いの着る、全裸じゃないんだ。全裸あんな持ってあんな持って、お前陰謀出してたけど、いやいや、でも白なんでだよ。あ、そうか、あ、そうですよね、テレビで映ってませんよね、それはね。え、じゃあお水、どうなんでしょう、僕知らなかったんですか。今回譲るよ。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、田島さん、10ポイントでございます。お水を、冷水を浴びるというのは正解でした。では続いてですね、続いての問題はこれです。その、おみこ、みこさんの、斉藤咲子さん、関西方面じゃん。ごめんなさい、自分がびっくりしちゃった。そうですね、関西方面ではね、そのあんまプラマさないでください、その話やってください。びっくりしました。みこ産業なんですが、得をすることもあるんだそうですね、聞いてください。合コンで珍しがられることかな、目立っているというか、話題になりますね、みたいな。あれ、ごっこやってますね。あれ、門限厳しいやつなんだけどな。ここで問題です。合コンで珍しがられてよく言われることがあるそうなんですが、合コンで珍しがられて、なんとかなんとかしてなんて言われるそうです。巫女さんのイメージから想像してください。さあ、分かった方、ABEX田島さん、はい、はい、当たり前なんですが、うん、そこ の、 あのお守りとかお札とか、うん、ちょうだい、かなり安全みたいな。なるほどね。はい、分かりました。ぜひ、はい、池田さん、お祓いをしてもらいたい。ああ、まあそれもちょっとね、あのふざけてあるかもしれないですね。タモリさん、鈴を掃除して。いやいや、それはどういうあの部分を言ってらっしゃるのか、分かるような分からないような微妙な感じなんですけれども。どういう、いや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 、まあね、違います。あ、はいはいはい。
おみきのお酒を持ってきて。いや怒られるからね。タモリさん、はい、ノリとあげて。違う、ちょっと違いますね。まあ、本当はね、巫女さんは本当はしないことなんですよ。勘違いなんですけれども、ちょっと違うんですけどもね、そのなんか立ち上がってこうなんかこうやることなんですよね。はい、はい、エイベックス田島さん。その巫女さんはしないんですけど、うん、その祈りの踊りしてみたいな。聞いてみましょう。合コンで珍しがられることかな、目立っているというか話題になりますね。待ってみてみたいな。ということで、エイベックス田島さん20ポイントで。ありがとうございます。ということで、これが人力学クイズ、もう慣れちゃってやだな、これ真実のお口ここまでは終わる。ニコさんのお口で終わっておりますが、現在2問が終わってトップはなめくじさんチームエイベックス田島さんが2歩リードしておりますが、まだまだこの後どうなるか分かりません。一旦 CM です。あなた今の聞いた？何かしら。また第10章のネズミが飛び降りたんだろう。やだわ、見てきて。いいや、見てきて。じゃあ一緒に行こう。そうそう、あら、ほら、やっぱりそうじゃないか。日本の焼き物祭りを代々木公園欅並木で12月19日から27日まで開催。全国からおよそ50万点の焼き物が大集合。会場では誰でも参加できるふれあい陶芸教室も行います。時間は午前10時から午後5時まで。詳しくは東京 03-3275-8691 まで。セットだから簡単取り付け。カルディナ用14インチスタッドレスタイヤとアルミホイール4本セットで税別39,800円。15インチの4本セット46,800円。お持ち帰り OK。 オートウェーブ。ヘクシ。あら、風邪？風邪をひいたらあったかいお布団と、はい、改元。家族への愛情一箱、生薬配合風邪に改元。改元は使用上の注意をよく読んでお使いください。特にアレルギー体質の方は服用前に医師や薬剤師にご相談ください。タモリの週刊ダイナマイク文化人類学クイズ真実のお口、司会進行は日本放送アナウンサーの総口秋久でお送りしております。リクエストナンバーをかけて平成の職業婦人の実態に迫るこのクイズ、現在まで白熱の2問を終了して、なめぐじさんチームエイベックス田島さんが、トップでございます。もうこれやっぱりね、瞳のプログレスかけたいという気持ちが強いですね。会社背負ってきてますんで。私も、はい、カーラジエの名前がちょっと今違ってましたけど、カビラジエ、今カワラジエって言ってました。かけたくないんですか今日は。かけたいと。かけたいこれ和田誠さんがちゃんとやってる。そうですよね、訳されてますけどもね。かけたいですよ、はい、聞いてみたいですよね。本当ですか。どうぞもう、じゃあラスト問題になりました。この問題は正解すると、200ポイント、いや、100ペソが、をあげる、あげる。ペソになっちゃう。じゃあポイントにします。はい、頑張ってください。それでは、はだしのアルバイト、巫女さん、斉藤咲子さんへの真実のお口、最終問題です。なんだかんだと言ってもアルバイトはやはり、とは言ってもやはり巫女さん、なるためには見た目の制約がかなり厳しいそうです。見た目こういうのは巫女さんにはなれませんというダメな要素を絵に描いていただきたいと思います。これ、全部でですね、4つあるんですね。4つありますので、正解の数かけるポイントという感じになりますね。はい、絵を描くのです。見た目です。見た目こういう感じの方は巫女さんにはなれませんというのをですね、まあほとんど顔です。顔の周りの雰囲気ですね。その顔の部分ですね。部分とかその、まあ、顔のあたりにあるものですね。髪型、装飾品、お化粧とかそういうものでございます。全部で4つありますので、正解かける、じゃあ、正解かける50ポイントにしましょう。正解かける50ポイントにしましょう。っていうかね、タモリさんね、いやまあいいですけども、後で言いますから。じゃあ、いやいい、本当にもう、今日かけたくないんです。やっぱ今日かけたくないんだね、やっぱタモリさん。さあ、それでは順番に参りたいと思いますが、できましたね。さあ、それではなめくじさんチーム Apex の田島さん、さあせーの、女の子の顔が描いてます。ちょっ
と加トちゃんだったんだけど、ね、ちょっとね、じゃあ一つ目から、はい、何でしょう、はい、それは、まず髪を染めている、うん、金髪などにしている、はいはい、そして二つ目が、あのパーマなど、あーパーマをかけている、かけている、ドレッドヘアなど、はい、ダメだ、ダメだ、はい、あとですね、眼鏡とか、眼鏡、え、あとまあピアスとかちょっとかけ合わせ、どうしますか、じゃあメガネ、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 はい、そして最後はちょっと太めな子は勘弁してね。それ関係ないでしょ、別にそんなデブって書いてますけど、そんなやめてください、そんな。じゃあちょっとぽっちゃりはダメかな、痩せた方が巫女さんっぽいかなという、しすぎるのはちょっと良くないかなということですかね。わかりました、じゃあそれでは続きまして、エビさんチーム、ゼティマの池田さん、はい、せーの、ドン、はい、女の子の顔描いてありますが、ちょっとヤンキーっぽいですね、顔がね、茶髪でですね、あ、茶髪、はい、でパーマ、パーマ同じですね、はい、ピアス、ピアスで色黒、色黒、あと唇が厚い、厚い、っていうか、しかも4つって言ってるのに5つかのやめてください、じゃあ唇はなしで、どれか唇分厚いはなし、なしで、色黒、ピアス、パーマ、茶髪、まあ、茶髪、はい、じゃあそれでは最後になりましたカエルさんチーム、タモリさん行きましょう、はい、まあ、色々あるんですけどね、よくわかりますよ、はい、詳しそうですからね、この辺ね。ごめんなさい、今これテレビだったらもうすでにこう流せないぐらいの雰囲気になってる。なんでいやいや、なんでですよ、いやいや、ちょっと待ってください、ラジオだからいいように、私も同じですよ、ね、私も同じですよね、まず茶髪ダメ、あ、もう引いてあるじゃないですか、いやいや、茶髪、もう引いてあるとこはダメなんですよ、あ、茶髪ですか、もう引いてる、もう引いてないとこは問題ないんですよ、それ関係ないですか、関係ないんですよ、関係ないんですか、それはあると、それはありなんだ、その部分がそうなっているのは、あってもいいんですよ、あ、そうですか、あ、まあ、そういう方もいらっしゃる、あと鼻&耳に穴が開いてない、あ、ピアスをしていない、前歯に欠損がない。それね、犯人の特徴みたいですからね、なんかね。前歯が、何、前歯がこう、なんか、かけたりしてないと。かけたりしてない。あと、頬に針を通さない。それは、年末とかの特番とかに出てくる、そういう人ですか、なんか。こういう人以外。そういう人以外。ちょっと待って、今3つでしょ、今、まとめますと。あ、眉毛がある。眉毛全剃りじゃない、全剃りじゃない、眉毛全剃りじゃ、今日微妙だな、これ聞いてみましょうか、はい、茶髪は絶対ダメですね、パーマはダメだし、マニキュアもダメ、ピアスもダメで、うん、もう全然おしゃれみたいのは全然できないです、いいですね、なるほど、ということで、じゃあまずエイベックス田島さんは、茶髪金髪パーマで2つあって100点ですね、はい、そして、ゼティマ池田さんは茶髪パーマピアスで、3つ当たってるから150点、はい、そしてタモリさんはそれね、根本が間違ってると思うんですよ、大概その、ね、国を間違ってる可能性があると思うんですよ、日本人じゃないんですけど、茶髪ピアスは合ってる、合ってますね、100点ということは、ゼティマの池田さんが優勝です、おめでとうございました、はい、ということで、じゃあゼティマの池田さん、あの曲のプロモーションお願いいたします、はい、11月18日にリリースになってます、タンポポのラストキス、これプロデュースがつんくさんなんですよ、そうですね、こちらの曲を、はい、じゃあポイントかけますけども、はい、負けてしまいましたエビック佐島さん、曲かかんないんですけども、残念です、プロモーションだけお願いします、はい、ひとみすでに発売されておりますので、ひとみプログレスよろしくお願いいたします、はい、コマーシャルでも馴染みなのでお願いいたします、はい、でこちらのもカビラジエオングレスいろんな人が歌っておりますクリスマスの朝ちょうど季節にどうぞ和田さんが作詞なさってます、はい、よろしくお願いします、はい、なんでそんな急に人があるんですかということですかということで、以上文化人類学真実のお口、今夜も偏った司会進行は日本放送アナウンサーの総口明久でした、ありがとうございました、曲紹介お願いいたします、はい、タンポポで、ラストキス聞いてください。